私たち、ダラでーす。ダラです。ダラでございます。久しぶり。お久しぶりです。お久しぶりです。声、そらちゃん声がやばい。どうしたの？いつも通りですけど。あ、コンディションだ、コンディションだ。その中でもね、その中でのコンディションがね。え、寝起き寝起き？いつも通りですけど。マジで？なんで？おかしい？え、そんな声してたっけ？こんな声ですよ。久しぶりに聞くとやっぱさ、ガサガサがすごい。切れ、サラちゃん切れてるんですか？何の話？何の話？なんか、しかも髪の毛なんかどうし、髪の毛なんかいいじゃん。色？色も染めた？色変えたの？変えた。いいじゃん、それ何色、うん、何色？アッシュ。グレイ。グレイだね。すごいね、今いろんな色がいるね。赤。本当だね。リカちゃん赤？あ、ピンク。ピンク？前髪切った。うん、切った。確かに可愛い。リナ金髪。あ、撮ろうかな、じゃあ。りなちゃん、毛先金髪だもんね、今。そう。写真見た。ほんとだ。なんかいろんな色いるね。いろんな色いるね、今。K-POP になるじゃん。え、あれしょ？あの。目指す。20みたいに。アイリアイリ、青でしょ？あ、青しようかな、じゃあ。あ、青いいね。先、毛先だけ青にしようかな。うん、いいじゃん、青いいじゃん。青やりなよ。やろうかな。いいじゃん、いいじゃん。今家にいるし、どうせ。どうせ、どうせ。2回ぐらいね、ブリッジしてさ、その毛先はね、3回ぐらいやってんのかな、毛先は。うん。もうすごい短くしちゃったんだけど、結局ね、毛先溶けまして。え、マジで？めっちゃ短くなったもんね、だってね。やっぱ似てるんだ。うん、あのね、あれ、私ストレートパーマかけてるからさ、あー、縮毛矯正がね、やっぱね、すごいやばいなって。あー、やっぱそうなんだね。うん、これもすごいよ。溶けてない。溶けてない。これね、いや、よくね、溶けないですねって言われた。すごいね。あー、ね、そうだよね。あの、あとブチブチ切れますって言われたけど、そんな切れないから強いみたいな。強いね。すごい。すごい。伸びんの早くない？りなちゃん。ねえ。なんか一回結構切ったじゃん、なんか。それもう1年以上前の。ヘアドネーションでしょ？そう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 。1年以上前だよ。でも、そっか、こんぐらいだったか。そうだよ、こんぐらいだって。切ったらね。そっかそっか。こんぐらい、だからこれぐらい伸びました。すげえ。あ、そんなもん。でも結構伸びた。ねえ。もうじゃあ伸びたね。伸びてるよ。でも1年前にしたね。うん。1年以上、1年以上、以上、以上。もう1年半以上。そっか。もうそのぐらい合ってないのか。そうだね。何の話？今そうだっけって思っちゃったじゃん。あれ、そうかもしれない。全然そらちゃん、私の声が聞こえてないみたいな。何の話なの？何の話かわかんない。なんかリカちゃん、リカちゃんすごい画質いいね。ね、アイリーすごい画質悪いね。ね、アイリちゃん画質悪いね。いつもじゃないだもん。あ、いつも。あ、携帯か。みんな携帯がいいんだね、やっぱ。携帯スマホ。あ、ウェブカメラか。イレブン。イレブン。プロマックス。でも、すごい。いいんだな。アイリちゃん、なんか、エフェクトかけたみたいな、綺麗な感じだよ、肌は。ふわっとしてる、うん、なんか、ふわっとしてる。隠し撮り感があるよね。隠し撮りさん、ちょっと盗撮感がある。ちょっと盗撮感あるよね。やばい、みんなめっちゃいいな、それ。次からスマホにしようかな。え、私の画質どうなってるの？綺麗だよ。うん、綺麗綺麗。あ、そう、なんか後ろのカーテンの色と11プロだからさ、顔の色が同じ色の。確かに。うん、うん、ちょっと反対側にしようかな。カーテンと。え、いいよ、顔の色が一緒とか、髪の色が一緒。見えない？見えないか。なんかね、
T シャツが、T シャツが目立ってる、T シャツ。あんな見えなくて。グリーンバッグみたいね。顔がグリーンみたいな。パーツだけ、パーツだけ見える。そうそう。パーツと服だけ。ここに。今日かぶってない。今日かぶってない。すごいね。あーすごい。すごい。気が合わな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 いの。気が合わなかった。全然誰とも合わなかったわ。いや、絶対りなちゃんピンクと思って。うん。顔色もよく映るしね。うん。バレてる。最初グレー来たんだよ。これでも。最初って何分前？3分前ぐらいにグレー来て、やっぱりピンクって時間ないのに着替えたよ。どうや？みんな元気？元気だよ。ほんと？元気だよ。もうさ、2日間さ、海行っちゃってさ。見た見た。もう真っ黒見て。ね、焼けたよね。すごい。色が。まで、毎年この時期は黒いんだよ、私。あれ、海まで近いの？近い。結構近い。もう車で何分みたいな。はい。10分ぐらいみたいな。そんなに、ちょっとあんまり時間は言わない方がいいか。特定しようとする。3分ぐらいだよ、海まで。3分だよ。歩いて。歩いて3分するじゃん。マジか。すげえ。いいな、海。海いいね。いいな海って言ったけど、別に海全然興味なかった。うん、でもあれだよ、多分さ、あの子供たちが大きくなったら行きたくなるんじゃない？川かな、川。川？川流されるじゃん。怖いね。そうなの。そうなの。か子供川連れて行ってる人あんまり聞かないけどね。確かに。バーベキューとか。ちっちゃいとね。ちっちゃいとまだかな。あのね、ね、虫がね、蚊とかがいっぱいいるから。ああ、確かに。で、子供をすごい刺されちゃうから。それは海いないんだよね、蚊が。確かに。海子。うん、で、砂遊びもできるし、水遊びもできるし。いいね。うん、海子は楽。海怖いんじゃなかったっけ、そらちゃん。海怖い。海しょっぱいから嫌い。ハワイ行っても入んないからね。飲み物じゃありません。確かに。飲み物じゃありません。飲み物じゃありません。しょっぱいんだもん。どういうつもりなんだろうね。膝まで。ぐらい膝まで。あ、そんなもん、そういうことなの。海にここまで使って。うん、いや、もう本当にこうやってるだけでさ、こうなるじゃん。こう子供たちその時どうするのじゃん。そうね。本当だね。入んないんだね。あとベタベタするから。あ、わかるわかる。私もそれで嫌いだった。やだよね。でもね、海の水ってね、肌にめっちゃいいからさ、あの肌っていうかアトピーにめちゃくちゃいいからさ、アトピーひどくなるとね。白。え？白？カーテン。カーテンの色。カーテンの色、そらちゃん。やばい、カーテンの色と一緒。壁の色と一緒だよ。壁の色の色。壁の色と一緒。マジすげえ、赤いのそれ。黒いの。まだ赤い。まだ赤いよね。赤、赤が。比べる赤が。それじゃない。人工的な。りなちゃんはもう黒いの見慣れたからな。うん、うん、だって昨日一昨日だからね、私ね、なんか赤っぽいもんね、やっぱリコちゃん、うん、そうだね、これから黒くなる。うん、痛いの？背中が痛くてブラジャーがつけられない。いい、痛い痛い。ほんまに？じゃあ今どうしてんの？ノブラ？今ノブラ？うん、うんじゃないよ。セクハラを受ける、ここ。さっきからブラジャー何色？ブラジャー何色？個人情報とセクハラを受ける。やばい、やばい、俺じゃん。個人情報だだもんね。ひど
同じ方法。何なの、どういう質問なの。じゃあ今どうしてんの。怒ってる。やばい、今ノーブラなんでしょ。変態じゃん。答えない。ちょっともうちょっと上上がって。あいつやべえ、あいつやべえぞ。あのカーテンの色のやつやべえぞ。リナ、リナは下履いてないからね。そう、履いてない。今リナ下履いてる。安心してください。安心。角度が。安心してください。履いてません。やばい。やばいやばい。ちょっと足広げてみた。あいつなんだ。なんなの。なんか、なんか悪用しようとしてんな、リモート。悪用してよ。まずいまずい。やばいやばいやばい。いくら編集するからって。あれいつぶりでしたっけ YouTube みんなで4人でやるの。どの1ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいかな。3ヶ月経ってない。3ヶ月みんなでやるやつだよ。だってみんなでやるやつ。あ、そっかそっかそっか。 え4人、3人はこの前だってね。2000人で。最後なんだっけ。すごくない。じゃあ4人、ん違う、そんなに4人4人、うーん、4人で YouTube、 そんなにだっけ。ああ、あれだ、妄想恋愛相談。いや、そうそう、アップ的にはね、アップ的にはさ、あれだけど、パラパラ、実際撮るやつよ。4人で撮る。じゃあ生配信かも。そう、生配信。それいつ。それがすごいね。やったっけ生配信。緊急記者会見。やったの。なんだっけ。何あのコロナの。なかった。緊急じゃなくて。それ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 みたいなの。生配信2ヶ月前。2ヶ月。2ヶ月前やってるか。6月。配信は。そう、4人で。5月。5月12日だって。4人。3ヶ月前じゃん。やばっ。5月ってもう3ヶ月前なの。っていうかもうなんか8月感がないんだけど。ね、私もない。なんだろう。もう8月。梅雨明けが遅かったから。ああ、確かに。かな。夏がやっと来たって感じ。だってなんか暦は秋でしょ。そうなんだ。そうなんだ。え、もうそうなんだ。暦は立秋？え、嘘？え？え？嘘かな？夏でしょ、真夏でしょ、8月は。そうだよ、真夏だよ。だって夏休みだよ、今。8月は真夏だよ。今、夏休みってんだけど。え？暦っつってんの。暦、暦。暦っつってんの。暦なんか知らねえよ。なんだ暦って。ちょっと暦わかんない。暦。ちょっと調べて、暦。暦。暦秋って調べて。暦秋？ 8 月の7日、立春。ほら。おぉ。秋だよ。7日なんだ。秋なんだ。暦では秋だよ。もうさ、そういうのさ、やめた方がいいよね。やめてほしい。いつの話だって話だよね。そう、だって、体育の日だってさ、もうないわけだしさ。うん、これ。私ね。めっちゃ怒ってるけど。何の話？何の話これ。何、夏が来たって話だよね。なんで体育の日が出てきたの。怖い。体育の日がさ、変わったじゃん。いや、だから暦の話じゃなくて。これは、なんか10月だったのが変わっちゃったって話でしょ。そう。ってことでしょ。で、体育の日ってなんで体育の日ができたか知ってる？知ってるよ。何？何？晴れるからでしょ。違うけど、めでたいね。その日晴れるからでしょ。あ、まあその日晴れるから。10月10日晴れるからでしょ。え、そう、10月10日は晴れるからだよ。が晴れ。10月10日は絶対に晴れるから、東京オリンピックが開催された日なんだよ。違うよ、川村梨花の誕生日だよ。
そうだよ、そっちだと思ったからずっと怒ってんのかと思った体育の日じゃなくなったんだよ、私の誕生日って言ってんのかと思ってたマジレスしちゃったじゃんいや、そういうとこだよマジレスそういうとこだよマジレスめっちゃ体育の日って言ってたじゃんこの日が10月10日って知らなかった昔ねうん、え、今は最近は第2日曜日あー、なんか日付とかじゃないんだなんていうの、その、うん、何日みたいな、うんうん、変わっちゃったんだよね、そうだよね、うん、なんかさ、ちゃんと理由があってさ、その日のやつはさ、ハッピーマンデーにしちゃいけないと思うの、うん、ハッピーマンデー、うん、うん、でなんか第2月曜日みたいなやつよ、うん、絶対に、月曜日に連休にするために政府がこれマジレスマジレスですけどいいですか、なんかさ、なんかさ、そらちゃん、そらちゃんさ、そらちゃんうちのお父さんに似てきたんだよ、なんかねえねえねえ、これ懐かしくない、じゃみんなで作りたかったね、懐かしい欲しいなね、もう売ってないんじゃないかな売ってるよ、ロフトに売ってるよ、本当売ってるかな、多分売ってると思う、何年前だと思う、はい問題です、何年前の気づき入ってんの、入ってる、え、何年前、何年前でしょうか、これは私の誕生日にダラがくれました、2012年、2000で書いてある、2000で書いてある、うん、2000で書いてあるよね、2000で分かんない、何年前とかがいい2000、うん、せーので言う、いいよ、え、分かんない、待って待って、はい、いいよ、うん、じゃあタリタンせーの言って、あ、待って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 、え、待って、せーの言うだけだよ、せーのって言うだけだよ、せーのって言うだけだよ、待って待って、早い早いよ、早いよ、心の準備してないわ、待って待って待って、せーのって何よどっちよ自分も言おうと思ったんじゃない2000何年って行くよ、せーの、2014年、私は2015年って言った、音持ってた、みなちゃんは2014年、そらちゃんは2012年、合ってない、誰も合ってない、答えは2013年、あー、お間か、7年前、そんな前、7年前、私が19歳の誕生日かな、私、小学生15歳かな、私ね、32歳、え、マジレス、それマジレス、マジレス、マジレスの人いたそうだよ、発表したんだもんね、発表なんて、それから話してないね。それから話してないね。ああ、そうだよ、そうだよ。ブログで見てて、どうしてたの？え、でもそらちゃんはあれだよ。あ？そらちゃんは1983年生まれだよ。でもダラの中では一番上になったってことでしょ。それでいいんですよね。それそういうことだよね。口裏合わせてもらっていいか。そらちゃんはリカちゃんの一個下。急に声高くなったんだけど、そらちゃんは嘘ついてるのに、あれ何やろ、そらちゃんは一個下、リカちゃん、一個下でいいんですか、あ、何、うん、それはそのままなの、そのまま、そのまま、まあ、そら、そらとしてのっていう、あ、じゃあそらの中身は年上だったって話、実際はでもね、でもね、
なんか、ね、ファンの人から課金してよ、ファンの人からね、うん、なんか、うん、リカさん、リカさん、サラさんがリカさんの1個目だったらしいですよって言われて絶対知ってるだろって話だもんねえ、マジですかって言った、ちゃんとマジで、マジでって騙されてた。どういうつもりでプライベートを送ってんだろうね確かに絶対仲良くないじゃんね、やばいね、ウケる、やばい。身長もね、身長も、身長も本当は170cmぐらいだもんねそうそうそう、本当はね、本当はね、うん、でもそうちゃん的には155cm、 そうだよね、そうだよねプライベート違うもんね、プライベートで会うときに身長ごまかせねほら、すごい背高く感じるでしょ、見えるね、感じる、すごい感じる、うん、ね、すごい感じるでしょ、うんうん、何これめっちゃ足長そうそうでしょ、うん、ね、顔キュッてしてね、バレーボールやってそうでしょやってそうなんでなんで背高いイコール髪色ね、ショートカットだと思うよ、ショートね、ショート適当な話が苦手っていうねマジレスがやっぱ特技だから、そう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 、特技マジレスだからそうだった、特技の欄に書いといて分かったそうだね、うん、そうじゃん、それしてから会ってない、会ってないっていうか話してないもんね、その話ね、ね、そうだね、そう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 、そうじゃん、別にもう今更いいかなみたいな、ね、思ってなんか2個ぐらいね、うちらの中では別に何の変わりもそうそう、どっちでもいいよ、だって、うん、アイリは7個下だし、リカちゃん1個下で、アイリ40、リカちゃん3つ下、いつ公表すんの、おいまだしてないよね、42で通そうとしないで、42で、42でさ、ごめんちょっと、それはすごいよね、ごめん、うん、どうぞ、え、42でそれはすごいよ、ね、だとしたらもっと言ってくから、42って、いや大丈夫大丈夫大丈夫、言った方がいい、いや大丈夫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 って何、いや言った方がいいと思う、私は本当もっと、うん、言ってた方がいい、うん、言ってた方がいい、じゃじゃ42じゃないんだって、42じゃないの、何歳なんだっけ、何歳でやってんだっけ、何歳でやってるって言わない、あのアイリは何歳でやってんのアイリーは何歳やってんの、ほらみんなみんなそういうのあったからさ、全員そういうのあったからさリナは、私もそういう、あ、リナちゃんもごまかして、私一番年下だよ、だらで、ちょっと何言ってか分かんないんだけど30、微妙ね、確かにでもさ、でもさ30でもさ6個5個、すごいね、もうわかんない、わかんない、みんなとの差がねえ、アイリー何歳になったの、32、あ、いなくなった、リナちゃん、なんか押した、充電切れる、充電切れる、やばい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 、充電切れる、もういろいろやばいやばいやばい、充電切れるやばいやばいやばいじゃん、どんどん人いなくなるんだから、だら配信とかやっててもいなくなるし、いなくなるね、ダラでーす、ダラでーす、これがダラでーすこの動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします、お願いします。